海峡線。海峡線は、津軽海峡の海底下に掘削された青函トンネルを、介して、本州の青森県東津軽郡外ヶ浜町の中小国駅と北海道上磯郡木古内町の木古内駅とを結ぶ北海道旅客鉄道、JR 海道の鉄道路線、地方交通線である。北海道新幹線開業以前は、 すべての列車が直通する東日本旅客鉄道、JR 東日本津軽線及び、JR 北海道江差線、北海道新幹線開業後の道伊沿り火、鉄道線、函館本線のそれぞれ一部区間と合わせ、津軽海峡線という愛称が付けられていた。交通新聞社の JR 時刻表や JTB パブリッシングの JTB 時刻表などの市販時刻表でも、 津がる海峡線として案内され、海峡線として案内されることは、ほとんどなかった。2016年3月26日の北海道新幹線開業以降は、在来線としての海峡線は、貨物列車、団体臨時列車のみの走行となり、JR 時刻表、JTB 時刻表では2016年4月号から、路線図、本文とも非掲載となった線は、 国鉄分割民営化後の1988年、昭和63年3月13日、従来青森駅函館駅間で運行されていた、青函航路、青函連絡線に代わって、本州と北海道を連絡する JR 線として開業した。本州と北海道を結ぶ列車が多く、運転されている。北海道新幹線との将来的な共用を、 考慮して新幹線規格で建設されたため、事実上のスーパー特急方式となっていた。開業時は、狂気の在来専用の線路のみが付設されたが、2016年、平成28年3月26日の北海道新幹線の開業に向けて、標準機の新幹線用のレールを併設して参戦、機道化された。新幹線開業後は、 新幹線列車と在来線の貨物列車とが線路を共用して運行される共用走行区間となっている。北海道新幹線と在来線の分岐点は青森側が新中小国信号上の北側、北海道より北海道側が木古内駅の西側、本州よりに設けられ開業時からそれに対応した線形となっている。保安装置は自動列車制御装置、 ATC が採用され、開業当時東北新幹線の全線、東京駅森岡駅間で使用されていた、アナログ ATC、ATC-2 型との互換性を持つ ATC、L 型が導入されていた。ただし、JR 各社は、新幹線の ATC システムのデジタル化を進め、東北新幹線では2007年、平成19年7月22日から全線が、 デジタル ATC、DSATC へ移行したため、新幹線との互換性保持は意味を持たなくなった。北海道新幹線開業に合わせて、海峡線もデジタル ATC、DSATC を導入している。開業当初、青函トンネル内には、タッピ海底駅、吉岡海底駅が設置されていた。これらは、同トンネルの避難施設を活用した見学施設であり、 見学者以外の一般旅客が利用することはできない特殊な駅あった。吉岡海底駅は北海道新幹線工事の資材基地として使用されるため2006年平成18年3月18日に定期列車の停車を終了し同年8月28日から見学コースが中止されて全列車通過とな。タッピ海底駅も2013年 平成25年11月11日から見学コースが終了して全列車通過となった。2014年平成26年3月15日に、タッピ海底駅、吉岡海底駅、尻内駅が廃止された後、東路線の津軽今別駅、2016年3月26日からは、奥津軽今別駅木古内駅間は JR の全路線で、 最も駅間距離が長い区間となった営業キロ7 4 8トル。道路線の中間駅は津軽今別駅のみとなったが津軽今別駅も2015年平成27年8月10日から全列車通過となり2016年3月26日付で正式に廃止され北海道新幹線の奥津軽今別駅として再開業した。 北海道新幹線開業に合わせ DSATC の導入や電圧の引き上げといった設備更新がされたため特急や寝台列車といった従来の電車、電気機関車は海峡線を走行できなくなり、木古内駅に残されていた旅客ホームも2017年に撤去され在来線としては事実上貨物専用線となっている。現在海峡線を 走行可能な在来線旅客列車はトレーンスイート式島のような団体臨時列のみとなっている。在来線としての海峡線の運賃区分は地方交通線である。線路を共用する北海道新幹線については幹線運賃が適用されており、同じ線路に対して2種類の運賃が設定された状態になっている。 海峡線前線が北海道旅客鉄道函館支社の管轄である。ただし、中小国駅新中小国信号場、構内の属管の施設は東日本旅客鉄道森岡支社の管理下に置かれている。輸送密度は以下の通り、収支、営業収益、営業費用、営業損益と営業係数は以下の通り、いずれも管理費を含めた金額である。 はマイナスを意味する。北海道新幹線開業後は、基本的に貨物輸送のみで、在来線としての旅客列車は、団体臨時列車を除き運行されていない。海峡線単独の列車はなく、すべての列車が青森駅及び五両角駅園から発する。なお、起点の中小国駅は、海峡線の全列車が通過する。旅客列車は、1988年、 昭和63年3月13日の海峡線、開業時から、新大特急、日本海、北斗西や、特急、初狩、急行、浜那須のほか、海側、海峡が、青森駅函館駅間で運転されていが、2002年、平成14年12月1日の東北新幹線、八の駅延伸に伴う、ダイヤ改正で、八の駅青森駅函館駅,函館駅間の、 輸送体系が見直され、20日海峡は廃止され、代わって特急、スーパー白クチョウ、クチョウが青森駅函館駅間に設定された。これ以降、海峡線には本州側の青森駅方面から北海道側の函館駅方面へ直通する特急列車、急行列車のみが設定され、普通列車、快速含むの設定がない区間となっていた。 そのため、津軽線下に田駅木ない駅間の各駅、総合間には乗車券のみで特急列車の普通車自由席に乗車できる特例が設けられた。これは、同じ JR 北海道の関昌泉新夕張駅、新徳駅間が日本国有鉄道を、国鉄時代の1981年、昭和56年10月1日の同線開通と同時に適用になって、 以来2例目である。なお、2016年、平成28年3月21日に、海峡線を経由する、在来線の定期旅客列車が運を終了したため、この特例も事実上終了した。本州と北海道を結ぶ物流の動脈として、日本貨物鉄道、JR 貨物による貨物列車が多数設定されている。津軽海峡を越える道路はなく、 航空機や船舶と比較して天候に左右されにくい、貨物の安定層は本路線の大きな存在意義である。なお、1994年、平成6年3月1日改正時より、海峡線を通る貨物列車の完全コンテナ化を完了し、シャーツ海輸送は公主輸送を残して、ほぼ消滅した。現在はコンテナ列車が中心で、 危険物など一部の貨物は安全対策のため、青函トンネル経由の輸送が制限される、青函トンネル走行車両も参照。1998年から、藤子、F、藤尾の漫画、アニメ、ドラえもんとのタイアップが開始された。この当時運行されていた、快速、海峡の客車や、機関車に、同作品のキャラクターをペイントした、ドラモン海底列車の運転が行われ、 吉岡海底駅では、ドラえもん海底ワールドと名打つ同作品の展示スペースが設けられるなどした。開業廃止後の2003年夏からは、吉岡海底駅見学専用の全車、座席指定列車として、函館駅吉岡海底駅間で、特急、ドラえもん海底列車が運転された。吉岡海底駅の見学コース中止に伴い、2006年、 平成18年8月27日のドラえもん海底列車の運転を最後に、このタイアップ企画は終了した。海峡線は、2016年、平成28年3月26日の北海道新幹線開業に向けて、夜間の1時から3時30分頃まで、新函館北斗駅から新青森駅間を1日3往復程度、H5 系を使用した。 訓練運転での試運転を週に4回施していた。この時間帯では、河川電圧を2万ボルトから2万5千ボルトに、信号保安設備を在来線用の ATC、L から新幹線用の DSAATC にそれぞれ切り替え、運行管理システムをこの区間での在来線用を提、させた後に、北海道新幹線総合システム、 シグネスを立ち上げて JR 東日本の新幹線総合システムコスモスと接続することで全線において新幹線の運行を可能な状態にして行われていた。主運転終了後には河川電圧、信号保安設備、運行管理システムを在来線用に戻しているが、これでは開業後に運行される在来線から共用走行区間、海峡線から 在来線を走行する A800 経験員による、モノ列車の試運転ができない。そこで、海峡線を通過する、在来線の列車を丸々1日以上にわたって、運休させ、河川電圧と、信号保安設備を 25000V と、DSATC に切り替え、運行管理システムは、在来線用とシグネスを接続させることで、すべてを開業後の形に切り替えて、貨物列車が在来線から、 共用走行区間に直通できることとともに、共用走行区間、海峡線で、新幹線と貨物列車の双方を走らせた状態で、開業後の運行システムが24時間安定して、稼働することを確認する、地上設備最終切り替えの事前確認が、2016年、平成28年1月1日に実施された。また、北海道新幹線開業の数日前にあたる、 同年3月21日から25日にかけて、河川電圧、信号保安設備、運行管理システムを、開業後の形にすべて切り替える、地上設備最終切り替えが実施され、数日間にわたって、海峡線を通過する、在来線列車は運休となったが、貨物列車は切り替え後の河川電圧、信号保安設備、運行管理システムに対応しているため、この期間も運行していた。 友人駅は奥津丸今別駅と来ない駅で、中小国駅は無人駅である。現在も新幹線駅、信号場として使用されているものも含む。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。